ノーススターホライゾンは、ノーススターコンピューターズが1977年10月に発売した8ビットの S-100 バスマイクロコンピュータである。当時のほとんどの S-100 マシンと同様に、Z80A マイクロプロセッサを中心に構築され、オペレーティングシステムとして CP-M を実行していた。きっと、または組み立て済みの状態で販売された。 ノース,スターホライゾンはフロッピードライブやハードディスクドライブを搭載した最初のコンピュータの一つである。U、ノースターホライゾンの Z80 プロセッサーボード、ノースターホライゾンの筐体の内部このコンピュータは分厚いアルミニウム製の筐体の上に木製のカバーがかぶせられている。木製のキャビネットを使用した数少ないコンピュータである。後に安全基準を満たすために すべて金属製の筐体に変更された。筐体の中は左右二つの区画に分けられている。右側の区画の後部には大型の変圧器とパワーコンデンサを含む電源回路が収納されており、これが溶石、質量ともにシステムの大部分を占めていた。電源の前の空の部分には通常フロッピーディスクドライブが一機。 または2機収納されており、スロットが垂直になるように横向きに配置されていた。左側の区画には S-100 バスマザーボードが収納されており、スロットの向きが左右方向になるように配置されていた。マザーボード上には、主に入出力機能のためのロジック回路が搭載されており、プロセッサとメモリはスロット上のカードに搭載されていた。CP エム n d o スを実行することができる。標準的なノーススターシステムでは、ハードセクタの5.25インチフロッピーディスクドライブが1機、または2機と端末を接続して操作するためのシリアルインターフェースを備えていた。d o スには、ノーススターベーシックが含まれていた。これは、ベーシックの非標準的な方言で、当時の標準的なベーシックコマンドのいくつかが変更されていた。 例えば、ピークとポケがエグザムとフィルに変更されていた。1982年には後継機種であるオールインワン型のノーススターアドバンテージが登場した。ホライゾンは内蔵の S-100 バスを使用して様々な制御システムに接続することができる大学環境に適していた。ノーススターはフルハイト5メガバイトの MFM ドライブを内蔵した。 ハードディスクバージョンをリリースした。また、メモリと2つのシリアルポートを統合した S100 カードも発売され、1台のホライゾンで最大8人のユーザーがそれぞれの CPU でディスクやその他のリソースを共有できた。これはユニックスライクな機能を備えたマルチユーザー CP-M 改良版であるターボードースで動作した。ありがとうございます。